遅くなったわ。高齢歩行者被害の多くが道路横断中です。横断前だけでなく横断中も左右の安全確認が必要です。横断時左右よく見て安全確認。そろそろライトをつけたら？まだ大丈夫よ。ライトをつけていない車は歩行者から気づかれにくいものです。前照灯、早めに点灯、安全走行。高齢者の自転車事故では自転車の交通違反が事故原因となるケースも多くあります。自転車も交通ルールを守りましょう。自転車はルールを守って安全利用。さあ出かけましょう。そこの交差点危ないよな。いつも通ってるし大丈夫よ。高齢者事故の多くが自宅周辺の慣れた交差点で発生しています。慣れている交差点でも安全進行。遅くなっちゃう、急がなくちゃ。速度の出しすぎは思わぬ運転ミスを招きます。急ぐともスピードダウンで安全運転。あなたが思っているほど車からあなたは見えていないのです。夜光反射材の着用のありなしによりドライバーからの見え方は大きく変わってきます。夜道では反射材で安全確保。